いや今回も始まったぜ。隣にいるのが国さだ。うちら揃えば唯一無二だな。大事なのは相性、合わせるの楽勝。えい、みんなでこのチャンネル求めてくぜ爆笑。へいへいへい、くしゃみが出そうだぜ拍手。はい、OK です、ありがとうございます。え、ラップするだけだったの？はい、皆さんに今回やっていただくのは中身で考案クロちゃんクイズランド。イエーイ。やっぱりみんなね、クロちゃんのこと好きだと思うんです。で、この中で一人もおらずに一人ともおらつかないって何なんですか？ちょっと待って、興味持ってなんかわかんないけどさ、なんか恥ずかしめに合ってる感じになってるからさ、何で見らんねん、おかしくない？ちょっと盛り上げてお願い。じゃあ分かりました。じゃあみんなクロちゃんが好きだと思うんです。で、今回はクロちゃんに関するクイズを私が作ってきまして、はい、お笑いクイズ作るのが得意なので、で、優勝を決めようというところなんですよ。うわー、やりました。なんか優勝者に得点とかないですかね？焼き肉連れてきますよ。あ、はい、じゃあそれを目指して。それでもちょっと一番 B の人はなんかクロちゃんとカラオケ行くとか。いや、絶対当てたい。絶対当てよう。一番ダメな人は、はい、ソーシャルディスタンスを保ちながら壁ドンやりますわ。なるほど。で、それ自分でもですか？そうですよ。もう全問正解全員すればそれでやったーで終わりですから。はい。クロちゃんも気分良くなって終わりですよ。そう。行きましょう。じゃあ早速1問目。クロちゃんのフルネームを漢字で書け。お書きください。簡単でしょ、これは。これ簡単ですよね。よくね、だっていじられてますからね。うん、カンニングダメらしいよ、カンニング。なんで睨むんですか？じゃあ行きましょう。それでは書きました、メロンちゃん。メロンちゃんがすごい。いや、メロンちゃんさ、意外とね、一番後ろってすごい嫌な顔してる。リアル、リアル嫌だよ。それでは行きましょう。一斉に正解オープン。黒川明人、黒川明人、黒田はじめ、黒田翔斗。正解は、黒川明人です。ちょっと待ってください。黒田はじめじゃない、金田一はじめじゃないんだから、私。次元もとかないですよ、本当に。メロンちゃんも見た目で、てる頭で。そんな、もうちょっと待ってくれ。それはそれで、本当にいじってきてる。はい、じゃあ3人は10ポイント獲得でございます。1ポイントでございます。クロちゃんのツイッターからの問題でございます、うん、フォロワーが今結構いますよね、何十万人か今、67万人くらいですね。67万人、はい、僕のツイッターのフォロワーにアンチはいない、うん、いるのはファンと何々だ。さて、何と言ったでしょう。お考えください。当てれそう。これは覚えてますか？あ、これ覚えてます。僕結構言ってます、ね、僕のフォロワーにアンチはいない、いるのはファンと何々。さて、ファンと何がいるんでしょう。それでは正解見ましょう。一斉にオープン。はい、ファンとキャバ嬢だけだ。ファンとツンデレさんだけだ。ファンと崇拝者だけ。ファンと僕の好きな人、僕のこと好きな人だけだ。ファンと偽アカウントだけだ。ファンと偽アカウントだけだ。というわけで、こちらの正解は、ツイッターのフォロワーにアンチはいない、いるのはファンとサイコパスだけでした。サイコパスです。イベントとかした時に、そしたら来てくれたおばちゃんが、私クロちゃんのことを結構きつめにこと書いてるよって言われたから、またまたと思って、どういうアカウントでやってるんですかって聞いたら、もうゴリゴリの文句言ってる、3本レビュー入る人で、で、差し入れ持ってきたから中見てみたらリップクリーム入ってて、ね、自分の顔写真とかをね、しゃべって載せてたのを見て持ってきてくれたから、あ、この人アンチじゃなくて俺のことをファンなんだって、俺のこと好きなんだって分かったから、ファンとサイコパスって書き始めたら、たらみんなが俺たちのことをサイコパスって呼んだってってめっちゃ怒るんだけど、誰もファンになってくれなかった。これもね、ツイッターのからの問題だと思います。クロちゃんは、新幹線で、うん、何をしている写真をアップしたことにより炎上したでしょう。お考えください。ちょっとマナー違反ってことですか？まあそれはどうなんでしょうね。けどこれあれですよね、本当に結構炎上しまして。あ、そうなんですか。はい、テレビとかでも取り上げられました。じゃあ行きますよ、よろしいですか。それでは答え見てみましょう。一斉にどうぞ。グリー車に乗っている写真。ブルマ C 車を吸ってる。髪の毛、頭を新幹線だから剃ってるところ。はい、美顔器をこうやってるところ。ちょっとメロンちゃんも近いです。グリーン車に座っていた。ただ座っていた。ただ乗ってたってこと。正解は、普通にシートを倒して寝ている写真。上げることにより、
倒しすぎだと炎上、聞いたことなく早押しにしましょうかね。で、分かったら手を挙げてください。はい、はい、問題、クロちゃんはですね、うん、よくあの名前間違えボケをされると思います、はい、例えば、シロちゃんって言われたら色違い真逆、こう言います。レッドちゃんと言われたら何と返すでしょう。分かった方挙手でお答えください。はいはい、ゆきちゃん、TIM じゃない、もう近い、 TIM の吉田さんじゃない、吉田さん松本さんの相方じゃない。待って、何回も答えろ。ダメ、いやいや、すごいね。誰か一人答えたら答えていいです。 TIM の面白くない方じゃない。ああ、いいですね。待って、絶対言わないで。それは行き過ぎました。ちょっと怪我する、怪我する。でも、はい、TIM の人への方じゃない。ああ、いいですね。人へじゃない。はい、はい、TIM の子だくさんの方じゃない。大正解。素晴らしい、はい、これはすごいですよね。でもパッと出たというのは、あの多分水曜日のダウンタウンで、はい、多分なんか名前をなんかいっぱい言われるやつでしたっけ。そうです、それでもちゃんとクロちゃんプライベートでも返すのか説みたいな。ああ、これもクロちゃんの活躍したシーンからの問題でございます。トンネルズの皆さんのおかげでしたのコーナーで、オールスター舌だらけの水泳大会という、それでみんなでチーム対抗、のりさんチーム、たかさんチームで水泳対決をするみたいなの企画で、クロちゃんは人間ダーツということで飛び込み台の上から下に的があって何点みたいなのをやると。で、もう怖いから飛べないってこうねって。さて、そのクロちゃん最終的にどうなったでしょう。これも挙手にしましょうかね。あ、陽平、もう結局飛び降りなかった。飛び降りなかった。違います。え、見たの、そのシーンは。本当だよね。覚えてない。はい、はい、一番低い平均台まで階段で降りて飛び降りた。違います。はい、コンクリートの方に飛んだ。今はないよ。えぇ、ー、はい、メロちゃん、その飛び降りた先にギャルを用意した。あ、ギャル目当てで、あれです、カメラの待ってないところで飛んだ。あ、正解。おー、正解はもう水泳リレーをやってたんです、うん、で、1走者目、2走者目、3走者目が走ってる時のカメラの後ろでちっちゃく撮ったって。めちゃくちゃ面白かった。あれめちゃくちゃ面白かった。こっち側からすると本当によく分かるんですけど、なかったんですか。誰も注目してないっすわ。10ポイントでございます。あ、挙手にしようかな。はい、クロちゃんがお寿司屋さんに行った時、何握りましょうと言われた時に最初に握ってほしいのを聞かれたクロちゃん、いつも何と言うでしょう。じゃあブマ、僕のピンチアナゴじゃない。あー、まあいいでしょう。正解です。正解です。正解は、股間でした。すごい、東方筋から聞いたんですけど、これはあどこ握りましょうと言うから、じゃあとりあえず股間で。あ、嬉しくないです。やった、ご飯屋さん行った時に店員さんが好みのタイプだった場合のクロちゃん、お会計の時にわざと1万円を払うそうです。なぜでしょう。はい、お、じゃあ皆さん、お釣りもらう時に手を握る。あー、違うんですよ。手を握るとか直接的にはいかないんですよ。はい、はい、ブルマ、お釣りは次会った時返して。違います。はい、ベロちゃん、お札数えて、うん、その指紋を取って。あー、なるほど。ちょっと待って、俺犯罪者じゃないからさ。ブルマ、お先に大きい方のお返しです。それを聞くため。正解。これなんで大きい方って言われるのはやっぱ嬉しいんですか。でも大きい、大きいっていうのもね、いろんな大きいあるじゃないですか。実は大きいねっていうのもあるかもしれませんけど、僕は基本的にはね、あなたのは大きいですねみたいな感じに変換しやすいので。よかった、プルバイスポイントです。やりました、よかったですね。問題、安田大サーカスのメンバーの、ヒロさんが体を壊して入院をしている時がありました。それでちょっと体調が戻ったので、お見舞いに行こうと優しい団長にクロちゃんは誘われました。さて、その時クロちゃんはどうしたでしょう。お答えください。ゆきちゃん、入院入院してるからお見舞い行けないって。僕も入院することになった。その落語みたいな。どっちも入院してたみたいな変な嘘。でも入院じゃない。はい、はい、アイドルのコンサート。あー、そっちもあるけどそっちじゃなくて。はい、はい、皆さん筋トレがあるから。あー、筋トレもやってますね。じゃない。はい、はい、はい、ヨヘパチンコ。お見舞いに行かなかったということで10ポイント獲得です。おめでとうございます。自身の YouTube でバイオハザードのゲーム生配信をされたそうなんです。そうなった時に
視聴者のみんなはどうなったでしょう。挙手でお答えください。ぬるちゃん、攻略法の全部嘘をメッセージで送ってた。あ、でもね、違います。はい、ゾンビをみんなが応援した。はい、正解。素晴らしい。正解は視聴者全員が、ゾンビの方を応援したでした。すごい。じゃあこれラストにしましょうかね。これ結構難しいと思うんで、これで30ポイントにします。クロちゃんがもしもうんこを食べないといけなくなった場合どうすると言っていたでしょう。はい、りきちゃん、塩コショウをかける。あ、ちょっとでも美味しく、でもそういうちょっとでもダメージをという意味では発想は似てますよ。発想ありな。はい、自分のうんこを混ぜて食べる。許せない。最後の問題、これ何よ。はい、はい、ごめん。冷凍していく。なぜ冷凍するかというと、ちょっとでも抑えたいわけでしょ。はい、みきちゃん、生姜。ですよね。いや、生魚を関西人。そう、分かった。皆さん、肛門から食べる。大正解。すごい。わ、すごい。先生、先生、すごい。なるほど。正解はですね、空気に触れると匂いが臭くなるので、もし食べるならばお尻に直接口を当てて空気に触れずにちょっと行きたいと言っていたでした。皆さん30ポイント、すごい。あの、自給自足ってできるのかなって、うんこ食べてたらその自分のずっと死なずに生きていけるのかなと思って、自給自足いいのかなと思ったら、いや、そんなことできるわけないっていうから、あの、科学的なこととかいろんなことを調べていくと、空気に触れない状態で出た瞬間に食べる、真空状態を作る、これが一番大事。全国位はこれ。皆さん30ポイント獲得です。じゃあ、この、じゃあ、サドンデス問題参加しますか。あ、いいですか。これ、ポイント取れるの一人だけなんで、はい、これ取ったら、ビリを真ん中で、次のやつをビリにしましょう。やったー。ちょっと。クロちゃんが、言われて、嬉しい言葉とは何？これはもう自由にセリフを書いていただいて、クロちゃんはそれを見て一番嬉しいなと思ったやつを正解してください。ああ、そういうことですか。はい、これで誰かに声が入りますんで。じゃあ、ブルマから。はい。じゃあ、そのセリフを見せながらクロちゃんに言ってください。はい。あ、はじめまして。は、なんか近くにいるとアロマの香りしますね。もしかして資格とか持ってるんですか？おお、結構高反応じゃないですか。クロちゃんの声が好き。あ、シンプルでベストね。はい、かっこよくて面白くてセンスもあって色気もあって大好き。ああ、いろいろ載せたのね。もう全部いいところで言いました。大好きしますかね。最後これやっぱり最終的に、ビリは先生。あら、声が好きは刺さらない。声が好きって、いや、声が好きって言われても全部が好きじゃないのは、声だけなのってなっちゃうから。言い方の大好きと、アロマの資格とか持ってますかという、そのパーソナルな部分を知っている。どちらが良かったでしょう。発表お願いします。一番良かったのはメロちゃん。優勝は本能ブルマでございます。おめでとうございます。確かにくすぐる感じのうまいね。そして、残念ながら最下位は、川村ミクということになりましたので、ミクちゃんはもう、後ほど壁ドンを別撮りでやります。別撮り。クロちゃんクイズランズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、まあ、1までこうなっていい。色々なかったじゃない。お願いしますね、距離感。分かった、任せて。これ、これぐらいってことです。なんでこっちが歩み寄らなかったの。なんで日本だったっけ。でも、みくちゃん、俺のこともっと分かってよ。あれ愛してる。もう今、今、今。もう今、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 今。約束通り、ゲームに私は優勝したので、クロちゃんがお肉連れてきてくれてるし、連れてきたしんよ。けど本当は安く済まそうと思ったのに、ミクミクがついてきたから、きちんとしたところ連れてきちゃったし。この動画が良かったと思った人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。